皆さんどうも、D島です。では今回もファイアーエムブレムエコーズ続き遊んでいきたいと思います。ということで今回はアルムルートですね。まあ、ここにいるサイゾプラス、まあ、ドーマ教団の、まあ、増援っていうんですかね。まあ数的にはまあ20ですかね。まあ、戦力的にはそこまで差はないんですけど、まあ、数的にはまあちょっと向こうの方が多いかなっていうぐらいですけど、まあ大丈夫でしょう。ということでちょっと行きましょうかね。この森はどこに通じているんだ？ああ、この先は恐れ山というドーマ教団の妖術師ヌイババの地だ。皇帝の居城リゲル城へは西のリゲル平野が本来の道のりなので、あえて行く必要もないのだが。私は進軍を提言しますよ、アルム君。ルカ、どうした？情報によると、恐れ山のヌイババ、そしてリゲル平野を治めるジェローム将軍、この二人は領民たちに圧政を敷き、非常に反感を招いています。そこで侵略者である私たちが彼らを撃てば、リゲルの民を味方につけることができるかもしれませんよ。なるほど。まあ貴重な戦力を削ぐことにもなりかねません。どうしてもとは言いませんが、どうかご一行を。ああ、よく考えてみるよ。さあ行きましょうか。さて敵は、ここにまあ4体ぐらいですかね。とこっちに5体、10体なんで、あ、やっぱりこっちにいるのか。まあ結構周り森があるので、まあこの森の地形効果を利用しながら戦っていきますか。回復か、ちょうど回復効果も近くにあるのであれば、そうですね、シルクをもう近場まで持って行って、もここで待機させてから行きましょうか。でもデューティはもう前回アルムルートの時にすぐやられてしまったんで、まあ、今回はもうちょっとやられないように行きたいと思います。まあ一旦ですぐには敵は来ないと思うんで、さてではでは、余裕だ。まあ上からも来るのでね、まあ魔女ですかね、魔法使うやつらも多いですけど、まあなんとかまあ死刑効果利用しながらいけるかなと。ただ上からの敵は、そうですね、魔法防御が少ないやつらはちょっと下げときますか。よし、行こう。いつでもどうぞ。よっしゃ、まあ、行ってやってもいいぜ。任せたまえ。負ける気がしませんわ。そうですね、こんな感じですかね。早速ワープを使ってきましたね。おっと、そっちに来るか。さて、この回復マスにちょっと止まられてしまったんで、さっさと倒しますか。あー、かわされたか。さてじゃあこの半端なやつをデューテで倒しますかね。あ、倒されない。
おおらか、ちょっと体力的にも微妙ですね。いや、もういいかな。オーラ使っていきましょうか。お、結構上がりますね、やっぱり。さて、魔法系を、そうか、クリフも賢者なんで回復魔法が使えるんですよね。ありがとう。とりあえずのところはエフィが一番高いのかな。20ぐらいあるんで。おっと、パイソンはこんなに離れてても攻撃できるんですね。あー、でもやっぱり命中率が低いのがちょっと痛いですね。じゃあもう短期できますかね、エフィは。で、なんとかまあここでこの敵ですかね、3体ほど、まあ相手取ってくれた方が一番やりやすいかもしれないですね。わ、1だけ残る。あ、まあいいかな。ダメか。いや、ここはもう攻撃せずに待機しましょう。おお、そっちに来たか。お、移動しちゃったな。38% か。ただこれを続けられるとちょっとパイソンがやられそうですね。危ない、パイソンが危ない。今回はあれですね、もう敵軍もどんどん進軍してきてますね。無理だって。71か。一撃で倒せるのであれば行きたいですけど、ちょっと無理っぽい。よかろう。そうか、回復がないんですよね。これはちょっと厄介だな。アルムの方に来てくれないかな。微妙だな。
さて、もうこういう風な倒せそうな敵はさっさと倒して、もう魔女が一番厄介ですね。こっちのユニットはもう魔法防御が低いのがたくさんいるんでね、そうですね、ディフェンスもあるんで、もうそのままこっちから来る敵を引きつけましょうかね。もうか、いや、やめとこ、多分下手したらやられますね。もうちょっと確実に倒せる敵を、8までしか減らせれないのか。いや、行きましょうか。ですよね、一撃で14とかだと結構きついんですよね。まあ、あのクラスチェンジとかですかね、させてやればまただいぶ変わってくるのかもしれないですけどね。とりあえずちょっと魔女ですかね、そいつらをさっさと倒したいですね。最近ね、さてアルムでなんとかこの下の敵どもを引きつけたい。今の状態でちょっとやられそうなやつらがちょっと多すぎるんでね。それでパイソンを、まあ遠目なんでなんとか当たってくれれば OK。 悔しい、ごめんね。でシルクで回復させると、ありがとう。まあ、でも24でもちょっとまだ不安ですね、やっぱり。よし、こんな感じかな。やっぱり移動してきたか。そうなんですね、デューテは魔法防御は結構高いんですよね。ただ通常攻撃だと微妙なんですよね。まあまあ、まずエフィはまあやられることはないでしょう。魔法防御も防御力も確か20ぐらいはあったんで、よしよし、じゃあもうアルムで。ただこっちかな、倒すのであれば。いや、ただでもスピードが向こうの方が高いな。でとりあえずじゃあファイヤーで倒しましょうか。僕強いでしょ。ね、まあとにかくこのデューテは今はもうレベル上げしないと厳しいですからね。さあ当たるかな。あー、ダメか。もう一回。42とかだったらやっぱ厳しいですね。ただ魔女の数もだいぶ、あと4体5体かな。いけるぜ。いや、大丈夫だな。いや、多分この魔戦士が来ますね。なんとか一撃で倒してくれ。オッケー。これで終わりだ。
そうですね。んで、エフィーで一応攻撃しときますか。おっと、95% でかわされるのか。さてさて、心当たりからちょっと慎重にいかないと厳しい感じかな。どうしようかな。アタックが16、14。あ、でもそうか、魔女はそうか、少なくても妖術師がいるんですよね。あ、でもまあスライムは持ってないみたいなんで、まあまあまだ安心かな。とりあえずちょっとマチルダ回復させて倒しに行きますか。任せてくれ。あ、まあどっちも同じかな。ただもう49っていうのが辛い。53か。まあまあまだフォルスの方は魔法防御が5あるんでね、こっちのクレーベとかルカに比べたら、まあまだ、まあ、運が良ければ助かるかなっていうような感じですね。 53% なんとか当ててくれ。よし、 OK。 まだまだ高みを目指すよ。さて、48か。多分厳しいですね。そうなってくると、そうですね、もうここはデューテ一応とりあえず回復させて終わりましょうか。ただちょっとやっぱり不安なんで逃がしとこう。まあ多分逃がしても、あのワープ使ってこられたらもう多分攻撃されるでしょうけどね。おっと、グレイにしかなかった。そうか、グレイ雷槌の剣を装備してるだけであって魔法防御そこまでないんですね。みんなフォルス狙いですね。おっと待て、危な。クリティカル 1% でクリティカルヒット出すって。あ、やべえ、飛ばしてしまった。やられた。油断しすぎたか。すまないが撤退する。軍を祈るぞ。この魔戦士っていうのは、一応魔法防御は11、ディフェンスの11なんですね。ということは、あー、やっぱりそれでもそんなにダメージを与えれないですね。エクスカリバーでなんとかもクリティカルを狙いましょうか。おー、出た出た。これでどう？
お2回続けて。我が命運ここに尽きたか。申し訳ありません。ルドルフ様。強っ。さて、なんとか才蔵は倒せたんで、あとはもう雑魚ですね。いいだろう。まあそこまでまあ雑魚でもないとは思いますけどね。もうどんどん倒していきますか。行くよ。僕の勝ちだ。腕を上げたね。持ち物なかなかだったよ。それでも25か。まあまあ2回ぐらいはなんとか耐えれるかなと。うん、逆に地形効果は利用しようかと思ってたんですけど、まあうまい感じに相手にも全部地形効果利用されてますね。あー、当たらないか。余裕だな。エクスカリバーでクリティカル26か。おー、出た。オッケー。おー、それでも12か。回復した方がいいんじゃねえの。任せてよ。まあ竜手でいけるでしょう。まあ、できれば HP が上がってほしかったんですけどね。そいで、いや、もうこっちはもうこのまま置いとこう。さて、剣士か。傭兵ですね。まあ、ディフェンス12。あ、だったら効かないな。かわすか。さて、ルカの方に一体降りてきてくれるかな。あ、いいぜ。微妙なんでちょっと下げて。お、来た来た来たけど、そっちが来たか。危ない。オッケーオッケー。裏をかけたと思いましたか。重く見ないで。それ。すばしっこいですね。観念さまい。危ない。2回攻撃されてた。確実にやられてましたね。そうですね、ちょっとこいつはおびき出しますかね。80% いけるかな。80なら。お、クリティカル。俺の次に56。フォルスの
熱血感ならいけるでしょう。ダメか。75か。いや、ちょっと待てよ。お、1だけ残る。よし、オッケー。さて、あとはこの下にいるやつらですね。さて、あとちょっと魔法防御が高いやつは、そうですね、これで1体倒して、僕より目立たないでよ。さて、あと3体か。5残る。こいつをそうですね、先に倒して、これが僕の力だ。そいでリザイアで一応攻撃 60% だったら1回ぐらい当たるかな。1回だけでも、よし、オッケー。よし、クレーベでとどめいきましょうか。した方が良いのでは。35%か。45%。頼む、当たってくれ。あー、ダメか。まあ仕方ないでしょう。来た来た。お、上に上がってったな。あー、届かないか。あ、回復させに行ったのか。危ない、やられる。祈り？祈りってなんだ？おー、HP0 になる攻撃を受けた時、運 ×2 の確率で生き残る。あ、っていうことは、やられたけど、生き残ったっていうことですね。へえ。危ない、危ない。ただなんか倒せばレベル上がりそうなんで、もうオーラで蹴りつけますかね。僕強いでしょ。この祈りはデューテだけ、それともなんかデューテだけっぽいような感じがする。それか、まあ、あのこの魔導士のスキルか、この指輪の力ですかね。あ、でもこの指輪の力っぽいですね。そうですね、瀕死の時になんか力を発揮するって書いてあるんで。さて、終わらせましょうか。アルム、見ててくれた。よし、オッケー。
チルダ、君を失って私はどうやって生きていけばいいのだ。あ、大丈夫、あの次のマップではもう生き返ってるから。アレム、どちらへ進むか決めたのか。そうだな。アレム、どうしたんだアレム。今セリカの声が聞こえたような。セリカ、城で会ったあの神官の少女のことか。いや、何も聞こえないが。アレム、ここに来て。アレム、やっぱりセリカの声だ。あっちか。待ちたまえアルム。セリカ、どこない。セリカ、アルム、嬉しい、来てくれたのね。セリカ、なんだこれは、幻。そう、私は今ヌイババの館に捕らえられているの。なんだって、ヌイババに。助けてアルム、私待ってるから。ずっとずっとあなたが来てくれるのを。待ってくれセリカ。今のは本物のセリカなのか。さあどうするの、運命の子。国境では捕まえ損ねたけど、今度こそ手に入れるわ。まったく、あのベルクトと来たら使えない王子様だこと。まあいいわ、もうじき全て私のものになるのだから。成功を持つ運命の子、ジュダなんかに渡すものですか。あの魂さえあれば私は不老不死も夢ではないわ。さて、じゃあセーブして。おっと、ドラゴンゾンビが現れた。そうですね、ちょっとレベル上げてクラスチェンジもちょっと考えないといけないかもしれないですね。ただまあレベル上げれるって言ったらもうこっちの第3章とかですかね、第1章とかで使ってた、もう今度は森の祠だとか、あとはもうまあこっち最初の方はもうほとんど経験値上がらなさそうなんでね、まあ、よくて近場でもここですかね、森の祠、もしくはもうセリカとかだったらまあ竜の祠ですかね。ちょっとなんかこの先このままだとなんか厳しそうな感じなんですよね。まあ戦力的にももうこの先って言ったらもう1700とかですかね、2000とかですね。多分セリカの方もだん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 やっぱり強くなっていくのかな。そうですね、数も結構多いですね、こっちのジャミルは。一番まあ、 上げやすいところがあればね一番いいですけど、まあまずはちょっとこの先の展開ですかね、見て、まあ、レベル上げクラスチェンジ必要であればもうどんどんやっていくしかないですね。まあ4章にまで来てまだクラスチェンジしてない人もいるんですよね。まあバルボとかもそうですけど、まあジェシーもアトラスでカムイももうそのままの状態なんでね、ちょっとそういうことも視野に入れながら、ただ今使えるのはやっぱりセリカと3姉妹ジェニーメイのこの6人なんで、まあ、もしかしたらこの6人がもうほぼほぼ
メインメンバーになってくるかもしれないですけどね。まあそういうふうなこともちょっと考えながら、次回セリカルートですかね、やっていこうかなと思います。ということで今回はこの辺りで動画を閉じさせていただこうかなと思います。最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。それじゃあまたねー。